大田区立立立記念館では現在企画展「葛飾北斎富岳三十六景」と川端粒子の会場芸術を開催しています本展は日本画家川端粒子がコレクションしていた富岳三十六景と粒子が富士山を描いた大画面の作品を一堂に返す展覧会となっています流式年間で 区画36系を展示するのはおよそ10年ぶりのことで東京オリンピック開催に合わせたスペシャルな企画になっています展覧会は8月15日まで開催していますが新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い毎回たくさんのお客様にご参加いただいていたギャラリートークの開催を断念せざるを得なくなったため この動画を通じて展覧会の見どころをご紹介させていただきます川端粒子は大正から昭和にかけて活躍した日本画家です1885年に和歌山に生まれた粒子は19歳の頃に洋画家を志し差し絵画家として生計を立てつつ 油彩の作作品をしし続けましたそんな粒子に28歳の時に天気が訪れます渡米した際にボストン美術館で目にした日本の古美術に感銘を受けたことから日本画を描き始めますその2年後には横山大観らが率いた最高日本美術院に入選し日本画家として活躍の場を得たのでした。 しかし粒子が目指そうとした芸術上の信念からおよそ15年間活動していた最高日本美術院を突如脱退しますそして1929年44歳にして粒子は美術団体清流社を創立しました清流社は粒子の指揮の下戦中戦後の激動の時代を超えて活動を続け1959年には30年以上に及ぶ 清流社における活動が称えられ、竜氏は文化勲章を受賞しました。清流社において竜氏は、会場芸術というスローガンを掲げました。それまでの日本画が床の間で飾られてきたのに対し、竜氏が目指す会場芸術の日本画は、展覧会場で大衆に向けて発表することを目的としました。そのため、 粒子の作品は大胆な構図に鮮やかな色彩を用いて大画面に展開されたのです一方で戦後になると古典的なモチーフを粒子は自らの作品に取り入れていこうとしました能楽の演目をドラマチックに表した「古河寺」や「羽田田区」においては72歳にして粒子は富士登山を決行し 数々の名画に描かれてきた富士山を大画面に描こうと試みたのです。この頃の粒子は葛飾北斎が「富岳百景」の後書きで「90歳にしてなおその奥尉を極め100歳にしてまさに神妙ならんか」と述べていることに触れ「大成するにはこの年齢まで生きねばなるまいと」と古希を超えた自らに「 北斎の画業を重ね合わせていたのです。本店出品の富岳三十六景は、粒子が愛蔵し、現在は粒子記念館の所蔵となったものです。この愛蔵品を粒子が初公開したのは、1964年のことでした。前年に粒子記念館を開館した粒子は、できて間もない記念館の存在を広く知らしめるため、富岳三十六景を展示し、 大きな注目を集めましたその後記念館の授業を大田区が引き継いでからも特別な年に「富岳十六景」を展示してきましたまさに富「富岳十六景」は日本画家川端粒子の画業を検証していくために粒子が残した手法なのです。 生誕260年を迎えた葛飾北斎は江戸時代後期の浮世絵師で江戸の町人文化を代表する一人です。日本だけでなく今や世界的な人気を誇る「富岳三十六景」は70歳を超え長い瓦礫を重ねてきた北斎が富士の眺望に挑んだ連作です。全46図からなるこの連作は 江戸の町を中心に東海道や富士周辺からの富士山の姿が卓越した画力と奇抜な構図で表された日本美術の傑作と位置づけられていますこの連作は現在の静岡県側から富士山を眺めたいわゆる表富士の36図が反抗されそれが江戸で大評判となったことにより山梨県側からの 裏藤のジューズが追加されました本作において特筆すべきは江戸で流行していた舶来の顔料ベロアイを使用した鮮やかな青の表現ですこの連作は当時高まりを見せていた富士山信仰とともに市政の人々を魅了する浮世絵になりました。それでは富三十六景のの作品の中から 三つの視点で作品をいくつか眺めていきましょうまず一つ目のポイントが構図の面白さです2024年から発行される千円札のデザインでも使用される本作は今や日本美術を代表する一作ですこの作品のダイナミックさを際立たせているのは前景と後景における正と銅の対比です 船を飲み込まんとする巨大な波の激しい表現に対して画面中央を奥にどっしりと鎮座した富士山が表されることで画面の中により大きな緊張感が生み出されていますこちらは画面中央に大きな円を配置した一作です職人が削り上げている大樽の輪の中から覗き込むと はるかに富士の山体が見えるという単純明快かつ大胆な画面構成に驚かされますこの作品は突き出した岩から漁師が網を投じる様子が表されていますこの投じられた網の描く線が彼方の富士の稜線と対照をなしている点に本作の構図の妙が感じられます本作には 交通の要衝であった日本橋が描かれ画面下部は行き交う人々で混雑していますそして両岸に立ち並ぶ建物が一つの消失点へ向かっていく透視図法で描かれており西洋で発案された遠近法を北斎が巧みに使いこなしていたことが伺えますこの作品も透視図法で描かれています 注目すべきは床の痛めや屋根の勾配の線そして人々が富士を眺める視線までさまざまな線が富士山のそびえ立つ一点へと向かっていることです次にさまざまな富士山の表現を見ていきましょう本作は俗に赤富士として知られています 晴れ渡った夏の空の青と山体の赤茶色、山裾の木々の緑といった鮮やかな色彩の対比が印象的な一作です。本作は山頂は晴れているものの、中腹から真っ暗になり、麓では白雨、つまりにわか雨が降っています。 デフォルメがなされた稲妻も非常にユニークです。この作品のイメージをもとに、粒子は作品を描いています。こちらは、対岸へと向かう渡し船が描かれた一作です。時間は夕日が沈んでいく頃でしょうか。橋の彼方には、富士山がシルエットで表されているのが非常に特徴的です。 この作品では大名行列の一行の視線の先に富士山が描かれています山体が白いのは雪が積もっているからではありません北斎は壮麗な富士の姿を強調するため山体を白く表したのです本作の題名の裏富士とは山梨県側から眺めた富士のことを言いますしかし 実際の景色からは考えられないような一作で湧き立つ雲から険しい岩山が姿を現しその間に富士山が勇ましくそびえ立っています最後に「富岳三十六景」に描き出された江戸時代の人々の生活の様子を眺めていきましょう本作には慌てふためく旅人たちの ユーモラスな表現で一陣の風が表されています傘が飛ばされないように必死に頭を抑えるもの幹までしなる樹木そして飛ばされた傘や懐紙。まるでストップモーションのようなインパクトのある作品ですこちらは巨大な材木が対角線上に 大胆に配置された作品ですよく見ると驚くことにこの巨大な材木を上下からノコギリで引こうとしています本作ではありえないようなオーバーな表現で私たちの目を楽しませてくれますこの作品では浅瀬で潮干狩りをする人々が表されています はしゃいで追いかけっこをする子供たちや、たくさんの貝を得意げに運ぶ男性などにぎやかな様子が伝わってきます本作には当時の渋谷の田園風景が荒らされていますかつて渋谷川の周辺には至る所に水車があって洗い物をする女性や 穀物を運び込む男性の姿が描き込まれています本作には富岳三十六景のシリーズの中で唯一富士の姿ではなく山頂が舞台として描かれています登場するのは富士高と呼ばれる富士山の信仰者たちで最後の気力を振り絞って 富士山に登っています。本展において富嶽三十六景の作品群と向かい合う粒子の作品についても何点かご紹介いたしましょう。怒る富士と働くは富嶽三十六景の山下博士からの印象を大画面に展開した作品です。まず怒る富士は1944年。 太平洋戦争末期に描かれた作品です悪化していく戦況の中画家の抱いた憤りや不安悲しみなどの感情が富士山に表されています本来縁起の良いモチーフとして描かれる赤富士を竜子は怒りとして表現したのです一方はたたくはあふれんばかりのエネルギーが竜子の筆さばきによって表されました 大画面では穏やかでは絵にならないと竜のように渦を巻く雲と勢いよく飛び跳ねる雷とともに粒子は富士の大景観を描き上げたのです。そして粒子の最晩年に描いた富士がこちらの伊豆の覇王寿ですこの作品を発表した半年後に粒子はこの世を去ることとなります。どんなに出力が衰えようとも 自らの追求した大画面の作品制作の姿勢を貫き日本画家として富士山の異様を描き上げようとする柳氏の気迫に圧倒されるような一作です柳氏は日本画家として活躍し始めた当初から私が共感できたのは緒方光琳であったと明言しています桃山時代後期から江戸時代にかけての日本美術において 存在感を放つリンパの絢爛な作品の数々は竜子を魅了してやまなかったことでしょう竜子は戦後リンパの祖俵や草達が描いたと伝わる桜消し図ふすまを手に入れ自宅に飾ったのでした金のふすま四面の上部には絢爛な桜が表され下部には紅白のけしが リズミカルにに配置された非常に拡張の高い一作です。ウ氏はこの作品を自宅内に設けられた仏像を収めるための自仏像の仕切りとして飾っていましたリ氏はこのようなリンパの作風を積極的に自らの制作に取り込んでいこうとしましたリ氏が晩年に描いた この粒子にもその試みが表されています粒子の作品の代名詞ともいえる大画面の全体には金がまかれ伊豆修善寺にある粒子の別荘にかつてあった粒子自身でデザインした垣根粒子垣を画面いっぱいに描き上げたのです。 また壮年期の粒子の代表作といえる本作「草の実」では深い根地に金彩の実で庭の雑草が表されました写真のネガポジを逆転したかのようなこの世界観は壮麗で粒子流にリンパの表現を展開していったものということができますいかがでしたでしょうか 展覧会のダイジェストとしてお伝えしてきましたのでここに取り上げた作品以外にもまだまだ見どころがある充実した展覧会となっております企画展葛飾北斎富岳三十六景と川端粒子の会場芸術は8月15日まで開催しております展示室が広く十分なコロナ対策もしておりますので 当館では10年ぶりとなる「富嶽三十六景」の展示にどうぞご来館いただければと思います。